環境分野であったりニッチなものづくりというところに反応する学生さんはぜひチェックしてみてください。3分企業研究アット福岡、今回はですね、石橋製作所さん、能形市の製造業の会社さんをご紹介します。非常にですね、ニッチなものづくりをやられている会社さんなんですけれども、ポイント1、風車用ギアボックスの国内トップメーカーということで、ギアボックスというのはですね、こういろんなこう歯車が組み合わさってですね、歯車こう回転数を上げたり下げたりするときに使われるのがギアボックスと呼ばれる装置らしいんですけれども、これの風車用のギアボックスで国内トップと。風車の場合、1分間に10回転とか15回転ぐらい回るらしいんですね。そのゆっくりしたこうふんふんという回転数を、いわゆる発電に必要な1500回転ぐらいこう加速させる、そういう増速機と呼ばれるギアボックスを作られている会社さんです。その増速機という装置以外にも、実は減速機、遅くする機械というのもあるらしいんですけれども、そちらは何に使われているかというと、リチウムイオン電池の中に入っている絶縁フィルム、それを製造する装置とかにこの石橋製作所さんのギアボックス減速機が使われていると。こちらの方でもですね、国内トップクラスの社を持っているということです。非常にニッチですよね。2つ目、強さの秘密、負荷試験というので、実際こう歯車ギアボックスを作る会社っていうのは他にも国内にたくさんあるらしいんですけれども、一つ石橋製作所さんの強みになっているのはこの負荷試験というので、風車用のギアボックスというのは風力発電所が稼働し始めるとなかなか下ろすことができないので、非常にこう耐久力だったり安全性っていうのが求められるらしいんですね。そういったところでですね、非常にこの負荷試験というところにノウハウがあって、この負荷試験というところの強さでですね、他のいろいろな歯車ギアボックスというのの製造にもつながっているということです。3つ目がですね、世の中の大変を乗り越えると。コロナによるいろいろな影響を受けて、2020年に新たに立てたミッション、最初に紹介した風車みたいなですね、ちょっと環境に関わるような事業というのがやられてたんですけれども、さらにですね、コロナを機にですね、防災分野もしくはその災害復旧の分野とかにも進出しようとされているらしくて、防災分野ではいわゆる水をですね、排出するポンプですね、水害などから守るためのポンプに使われるギアボックス、一方災害復旧では非常用電源に使われるギアボックスといったですね、そういう安全性とか耐久性が求められる新たな分野にも挑戦していこうとされているということです。というわけで、今回ご紹介してきた石橋製作所さん、環境分野であったり災害復旧に興味のある企業さん、そしてニッチなものづくりというところに反応する学生さんはぜひチェックしてみてください。YouTube のご視聴ありがとうございました。私たちは企業専門のインターネットテレビ局として、元気な会社、社会に貢献している会社、役に立つ会社、面白い会社、こういう会社を日々取材し、こうやって YouTube を含めて発信しています。就職先を探している、いい会社が見つからない、自分にはどんな会社が合うんだろうか、こういうことに迷っている方がいらっしゃったら、詳しくはこの動画の説明欄からご覧になってください。